マサキ駅は愛媛県伊予郡マサキ町にある伊予鉄道群中線の駅である。駅番号は三、e、31。数少ない直営駅の一つで、あまりと駅とともに群中線の交通結節点に指定されている主要駅。土曜日を除く平日の朝に2便、松山市発マサキ駅という当駅泊まりのダイヤが存在する。この便は臨時列車扱いであるが実際には、 定期便として利用されている。緊急時の区間運転では折り返し駅となる。南予鉄道の開業時から存在する非常に長い歴史を持つ駅である。松前は漁村で、かつてはおたたさんと呼ばれる行商の女性が当駅から魚介類を天秤棒に担いで乗車し、上下へ売りに行った。対抗式2面3線のホームを持つ有人駅である。内一線は 貨物列車が運転されていた頃に即線として使われていた。なお、当駅のポイント線路は電動式である。群中線は緊急時に、当駅か余りと駅での折り返し運転を実施する。現在の駅舎は、南予鉄道開業時の明治29年地区の可能性があるが、記録が残っていないため証明はできないという。群中線各駅の利用客が、 増加傾向にある一方で、当駅の乗降人員は緩やかに減少していた。その後、2014には増加に転じた。ありがとうございます。